というわけで今年もやってまいりました夏のイベント、各種情報が更新されていますよ。こちら各種ご一読ください。結構いろいろ手に入りますね。でイベント、サマーナイトレディオですね。ラジオじゃないんですね、レディオですね。でこれもフラグかなって思うんですけど、2021エトワリア夏休みキャンペーン、前半でついてますね、後半もありそうですね、やってます。でこちらも実質的に外れなしですね。2021新規の星子ランダムなんですけど、チケット付きのものも追加されてますよ。こちらのキャラクターの中から5分の1の確率で出ます。こちらもかなりお得になってますね。新規の星子召喚ですね、プラスドキドキ星子の確定召喚チケットですね。こちら通常だと5000円くらいするんですけど、これが4枚入ってるんですね。かなり得だと思います。これも引ける人は引いてみてくださいね。で毎年なんですけど、こちらのルームショップですね、夏限定アイテムが登場しています。こちら改装したいんですけどね、ちょっとね置く場所がなくて困ってるんですよね。これも部屋の改善をお願いしたいですね。でこちらもご活用ください。メインクエストのスタミナ半減キャンペーンですね。おお、これは第2部の1から3章まで入る。これはあれですね、アビリティツリーの育成なんかにはかどりますね。で運営殿よりこちらですね、ドキドキ星5確定召喚チケット、なんと5枚も入ってます。こちらがプレゼントボックスに届いてますので、受け取り忘れに注意してくださいね。ライネさんのお茶を飲んでもう一頑張り。ローディングが長いですね。こんな感じに分割形式ですね、前後半すべて出ています。でガチャの当落に左右されたくないなっていう僕みたいな人はこちらですね、確定ですね、月のものが追加されているんで、こちらを追加しちゃいましょう。こちらはいける人は行ってみてくださいね。一番上ですね、これ前半ってついてるんですね、後半もあるみたいですね。よし、では追加させていただきましょう。こちらのアイテムの方にも追加されているので計2枚ですね、獲得できます。ただしランダムなのでご注意くださいね。行きましょう。よし、追加完了です。よし、これでいいですね。では僕は一足お先に1画させていただきますね。行きましょう。これは全部当たりですね。ただしランダムなんでご注意ください。フリーです。新たな出会いを。ナイト。これはわからない。ナギちゃんですね。ありがとうございます。このナギちゃんの海賊衣装かっこいいですよね。水着着てると夏って感じがするよな。っていうかナイトなの？水着なのに？水着でナイトってファンタジー RPG かよ。いや、エトワリアならありなのか。毎週水曜夜21時はユミリサもよろしくお願いします。ありがとうございます。で個人的にこれが迷うんだよな、まあ、石線で引けるやつなんですけど、どれもいい。僕は見栄え的にこちら行かせていただきましょう。出現は限定も含むですね。こちら行かせていただきましょう。持ってないものもたくさんあるんですよね。デラックスって何のデラックスなのかよく、幕の内的なデラックスなんですかね。では行かせていただきましょう。このミラクのデラックス召喚ですね。こちらは星5のみ排出ですよ。行きましょう。よし、フリです。開きますよ。かぶりですね。おみちゃんです。ありがとうございます。チョコの甘い匂いがします。バレンタイン系ですね。
おお、小梅ちゃんですね。アルケミスト多めですね。かしこみかしこみ、お頼み申す。うらら系ですね。お、みな先生。僧侶か。かしこみかしこみ、お頼み。お、またうららですね。ののちゃんですね。初回の時全然当たらなかったののちゃんですね。ありがとうございます。赤組も白組も頑張れ。運動会系ですか。えいこちゃん、よし。これはひょっとするかもです。おお、覚醒要素ですね。ありがとうございます。私も皆さんにゆっくり追いついていきます。スロースタート。あ、はなちゃんですね。さすまたはなちゃんです。おお、かぶっちゃいますね。ありがとうございます。私も皆さんにゆっくり追いついていきます。スロスタですね。おお、かぶり多めですね。おお、ゆいちゃんですか。水着も来てくれました。はーい、官民の錬金術師ミスプラムよ。で、勢いで始めたけど合っているのかしら。まあいいわ、立派な魔女とうららになるためにいろんなことをやってみなくっちゃ。こんにちは。夏目屋のお茶占いはいかがですか。たまには様子をしてみるのもいいわね。でも策がハレンチだなんて言うのよ。そんなに変な服装かしら。はあ、エトワリアでも運動会があるの。お、短距離ならカムがすごい早いのよ。私は応援に徹しようかな。え、私もやらないとダメ。そっか。すごかったです。次回も頑張ります。パブリーも多かったですけど、新規が3枚も来てきました。怒涛の10です。ありがとうございます。まあ、こういう面白い系のガチャもやってますよ。ではでは、ここからはいつものフリースタイルです。キララパスポートを追加しちゃいましょう。ではまずはこちらから行かせていただきましょうかね。ピックアップの第2弾ですね。引いていきましょう。行ってみましょう。行ってみましょう。あ、来た。ようやく来てくれた。やったぜ、ゆいちゃんですね。ありがとうございます。ようやく来てくれました。水着で自己紹介ってなんか照れる。一ゆいです。なんか
藤壺で足の裏切ったり熱中症になったりしたらなんとかするから早めに来て。無事いただきましたよ。これで悠々しきの3人娘は全員水着姿になったんですかね。どれも素晴らしいイラストです。もうちょっと引かせていただきましょうかね。まあ、せっかくなんでこの上も回しましょう。新たな出会いを。まさかの来てくれました。やったぜということですね。この梅先生の書き下ろしもかなり珍しいものですよね。ありがとうございます。このナズナちゃんはですね、サービス開始から1年半ぐらいですかね、星4が全然手に入らないなんていうケースがあったんですね。こちらではすんなり来てくれましたね。ありがとうございます。この書き下ろしもかなりレアですよ。まあ今回はこのくらいにしておいてやるわ。バイーン、夏といえばスイカだよね。続いてはこちらの収集クエストをやっていきましょう。準備はいい？さっさと行くぞ。このかっこいいナギちゃんの登場ですね。今回は炎属性と月属性ですね。ちゃんとピックアップの通りになってますね。こちらをやっていきましょう。